今日からまた新たな車両で1週間レビューを始めたいと思います。今回のテーマに選んだのはヤマハから発売されたばかりのスポーティーな 250cc スクーター XMAX です。これまでの動画の中で私はスクーター的な乗り物、スクーターが好きだと公言してきましたが、それはなぜなのかというと、現代では一部のビジネスモデルなどを除いては多くのモーターサイクルが例えばスポーティーさなど、そういった趣味性に重きを置いた進化を遂げていて、そんな中で実用性というものはどこかに忘れ去られてしまっているような、まあ、そのように感じることが多いわけですが、今日乗っているこの XMAX のようなスクーター的な乗り物というかスクーターですけれども、まあ、こういったモデルにおいてはですね、やはり未だに実用性、快適性、まあ、そういった利便性を中心とする機能に重きが置かれていて、こういった乗り物というのは改めて乗ってみるとツーリングに使っても良いですし、日々の足代わりに使うことももちろんできるということで、まあ、実にですね、守備範囲の広いモーターサイクルだと思うんですよね。そしてまたこれもこれまでの動画の中で何度もコメントしていますが、まあ、私は基本的にはサーキットなどを走ることはなく、もっぱらツーリングでモーターサイクルを楽しんでいるという、まあ、そういったライダーであるわけなんですけれども、ツーリングにおいてはですね、やはりそのモーターサイクルが持っている利便性や快適性というものがとても重要になってくると思うんですよね。まあ、そんな中で今日乗っているこの XMAX もその中の1台ですが、やはりこういったスクーターもしくはスクーター的な乗り物というのは未だに利便性、快適性というものを通常のモーターサイクルと比べるととても重視しているという面があって、どうしても私は注目すべきモデルだと感じてしまうんですよね。またかつては大ブレイクしたこの 250cc のスクーターですが、最近はやや下火であったようにも感じていたんですよね。そんな中にあってこの XMAX というのは久しぶりに登場した 250cc の本格的なスポーティーなスクーターということで、一体どのような乗り味なのか、で今私はいつものショートツーリングのコースを走っているんですが、この XMAX じっくりと味わってみたいと思います。はい、そうこうしているうちによく登場しますが、両国屋さんというお店のこのコーナーですね。はい、回り込んだ後に急に坂道を登らなくてはいけないというエンジンにとってはちょっと厳しい坂道なんですけども、はい、さすがに 250cc のキャパシティがあるということで、あの難しいコーナーも難なくというか非常にスムーズに立ち上がることができましたね。はい、でこの XMAX ちょっと前に私の手元に届いてはいたんですが、まあ、今関東はね梅雨時期ということで雨が多くて、もちろんそういった雨の中も走っていたんですが、まあ、映像化するにはなかなか厳しいということで、まあ、そういったシーンをお見せしてはいないんですが、本格的にドライな環境の中で走るのは今日が初めてということで、私もこの XMAX で走るのを非常に楽しみにしていたんですよね。でまずこの XMAX、こういったドライ路面における第一印象なんですけれども、やはり車体はかなり大柄に見えるんですが、こうして運転してみるとかなり軽快なスクーターだなという印象なんですよね。こうして乗っていると思い出されるのはやはりですね、フラッグシップモデルの TMAX530 なんですよね。でご存知の方も多いと思いますが、あのモデルは一般的なスクーター、ビッグスクーターと比べても車体構成が独特で、まあ、例えばアルミの極太のメインフレーム、そして車体のほぼ中央部に据えられたエンジンなど、車体のバランスが非常にいい、そしてですね、車体剛性もかなり優れているというモデルなんですよね。カウルというか外装パーツの中にぎっしりとエンジンをはじめとする、まあ、そういったメカニズムが詰め込まれているような、まあ、そういった凝縮感の高い走りが TMAX530 の大きな特徴だと思うんですが、一方この XMAX なんですが、走りの印象としてはそういった TMAX530 のような外装パーツの中にぎっしりとメカニズムが押し込まれているような、まあ、そういった凝縮感というのはどちらかというと希薄なんですよね。こうして普通にストレートを走らせている分には通常のスクーターとあまり変わらないというような車体の印象ではあるんですが、ただですね、走行しているうちに今もこのようにコーナーの多いゾーンに差し掛かりましたが、このように走らせてみるとすごくよくわかるんですが、前後タイヤの接地感が非常に高いんですよね。この辺りの乗り味というのは一般的なスクーターとは明らかに違うという、そういった乗り味になっていますね。一般的なスクーターはユニットスイング式、
つまりリアのスイングアームとエンジンが一体化している構造ということで、まあ、どうしても車体における重量物がリアに集中している、その関係もあってですね、このように乗っているとフロントタイヤの接地感、荷重の不足を感じるモデルが多いというか、まあ、極端な話、ほとんどのモデルでそのような傾向が感じられると思うんですが、この XMAX に関してはそういった面が非常にうまくできているというか、このようにですね、普通に走らせている分には一般的なモーターサイクルとさほど変わらないのではないかというぐらい、まあ、それぐらい強いフロントタイヤの接地感を感じるんですよね。これはストレートにライダーの走行中の安心感にもつながっていますし、そしてこの XMAX も TMAX530 同様にこのように走らせていると車体自体はとてもしっかりしていると感じられるんですよね。一般的なスクーターに関してはフレームに制約が多いということで、どうしてもですね、メインフレームが少しやわだなと感じるモデルも多いんですが、この XMAX に関してはですね、車体はとてもしっかりしているという印象ですね。またそれに伴って前後サスペンションの動きも分かりやすく、リアに関して言うとスロットルを開けた時のリアタイヤに駆動力がかかる感触がとても分かりやすい、これもこの XMAX の大きな特徴ではないかと思います。はい、で今駆動力の話が出ましたが、この XMAX が採用している単気筒エンジンというのはヤマハが新開発したブルーコアエンジンなんですね。ヤマハが提唱する低燃費で高出力、そしてスポーティーなエンジンという、そういったブルーコアエンジンの一定の思想に基づいて設計された単気筒エンジンということなんですけれども、このように走らせてみると非常に振動も少なくスムーズ、そしてスロットルを開けた時には十分な出力が感じられるということで、まあ、こういったスポーティーなスクーターに搭載するには理想的なエンジンなのではないかと感じられますね。特に際立っているのがこのスムーズさですね。一般的なモーターサイクルにおける単気筒エンジンというと、スロットルを開けた時のタタタッという小気味いい振動とともに加速していく、そういった面が注目されがちですが、スクーターにおいてはですね、やはりこれぐらい振動が少ないエンジンの方が私は好ましいと思うんですよね。